宿毛矯正をやめた方の現在がこちらです。髪を切って人生が変わった坊主のキューブが美容師として髪のイメージを変える情報をプレゼンツ。そんなこと私うちらがお送りします。はい、こんにちは、イメチェンチャンネルのうちらです。宿毛矯正やめたくないですか？くせ毛の方多いんですよね。やっぱり宿毛矯正毎回毎回やっていって、お金もかかるし時間もかかるし髪の毛傷むしみたいな、あんまりいいことないなって方、お客さんでもよく聞きます。いつまで続くのか分かんなくてしんどくなってきたって方がね、やっぱ多いんですよね。宿毛矯正やめたい方はですね、やっぱやめたい時がもう替え時です。やめ時だと思います。じゃあ癖どうすればいいかっていうとですね、髪質改善にシフトチェンジするっていう作戦があります。やめるって言っても宿毛をこうずっと言い続けろ、我慢しろ、癖毛で言い続けろってわけではないんですよ。宿毛矯正だけがあなたにとっての選択肢じゃないってことを気づいてほしいんですよ。僕たちのチームが担当しているお客様が実際にどうやってるかっていうと、髪質改善ストレートっていうのをやってます。髪質改善すごい今話題です。具体的にどういう効果があったりとか、どういう風になっていくのかっていうメカニズムっていうのをお話しします。具体的に髪質改善ストレートっていうのは大きく分けると2つあります。新技術の髪質改善っていうのと散熱トリートメントっていう、この2軸があります。これどちらかをやってあげればかなり髪質は良くなっていきます。でどっちが向いてるかっていうのはちょっとまあ完璧にはお会いしてみないとわからないんですけど、一度やるとやっぱり人生変わると思いますね。でこの新技術の髪質改善っていう方から解説をしていくと、髪の毛表面のキューティクルを整えてこう艶髪に導くトリートメント技術の一つです。具体的には1回の施術でツヤ髪になれますし、髪の毛の表面のキューティクルを整えることによってかなりサラサラにもなります。で効果はしかもほぼ半永久で、もう我々は年間1000人以上のお客様にやってきてます。もう1000人以上の笑顔を見てきてます。具体的には濡らした時に癖があんまり出ないけど、乾かすと癖が結構出る方に特に刺さります。濡らしても癖が出て乾かしても癖が出る方は結構癖が強かったりするので、そういった方はね、宿毛矯正の方がおすすめではあるんですよね。この新技術の髪質改善っていうのは癖を完璧に伸ばせるわけではないんです。イメージ的にはちょっと落ち着かせるようなイメージです。でもかなり効果あります。癖がねかなり強い方は宿毛矯正と併用することもできるのでご安心ください。実際に髪質改善をやってる方の画像がこちらです。めちゃめちゃ変わりますよね。もうね1000人以上やってるんで、もういっぱいありますよ。いっぱい画像はもうポポポポポポンって出してもいいんですけど、さすがにしつこいと思うんで、こういった髪質改善めちゃめちゃおすすめです。でさらにですね、でこの髪質改善っていうのは我々のチームが提供している技術なので、もしかしたら他の美容院ではないんじゃないかなとは思うんですけど、散熱トリートメントっていうのもあります。でこの散熱トリートメントっていうのは他の美容院でもあることが多いので、遠くて来れない方はこっちを参考にしてもらえたらなと思うんですけど、散熱トリートメントっていうのは髪の毛の内部を補修するトリートメントです。結構ハイダメージの人とかにより効果を発揮して、こうダメージによる癖を改善することができるんですね。で散熱トリートメントとかはもう年間3000人ぐらいやってきてるんですけど、結構癖の種類って髪の毛のタンパク質のムラとかで出てくるこういう癖とダメージがあって癖毛になっちゃってるって方が結構多いんですよ。でこのダメージによる癖毛っていうのを治すには散熱トリートメントがすごいおすすめです。ただ散熱トリートメントは本当に元々の癖毛を伸ばす力っていうのはまあちょっとしかないので、そこだけ注意が必要です。これ散熱トリートメントって具体的に何かっていうところなんですけど、この腕が髪の毛だとします。この腕の表面にハンドクリームを塗りますよ。ハンドクリームバーって塗ったらお湯で流したら落ちますよね。これが普通のトリートメントです。イメージ的にですよ。散熱トリートメントじゃ何かっていうと、この腕の骨を強化する感じです。髪の毛がこうまっすぐ縦に今あるとしたら、中にこうやって手をつないでるやつがこう縦にこう並んでるイメージです。ポン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 ってあるんですけど、これが外れちゃってるやつがねいるんですよ。でこの外れちゃってるやつが多いと髪の毛がこうスカスカだったりとか、まあなんかちょっとなよなよしてるようなイメージだと思ってください。手繋いでないやつの代わりに家庭繋ごうよっつって入ってきてくれるのが散熱トリートメントです。これがねすごくて、内側で手繋いでないやつの代わりに手繋いでくれるんで、内側から張り腰がこう出るようなイメージです。なのでちょっと癖が収まったりとか、ダメージによる癖っていうのをかなり緩和することができます。結構宿毛矯正をしてなんか癖がまた出てきちゃったって方結構多いと思うんですけど、これねほとんどが多分ダメージによる癖だったりするんですよ。
なので3列トリートメントをしたら以前より癖が収まったって方めちゃめちゃ多いです。それは宿毛矯正によるダメージが原因で癖毛になってたっていう可能性が結構高いです。やっぱね、宿毛矯正って結構難しいので、あんまり上手くない美容師さんがやるとそれが原因で癖が悪化するっていうこともまあ中にはありますね。で、今話した1つ目の髪質改善と2つ目の3列トリートメント、具体的に何が違うのってとこじゃないですか。髪の毛っていうのはまあ3層構造になってるんですけど、表面からキューティクルっていうのがあって、内側にコルテックスっていうのがあって、最後に真ん中にメデュラっていうのがあるんですけど、難しいんで太巻きにしますね。太巻きを断面でバーンって割ったと思ってください。海苔とご飯とまあ具、キュウリでいいですかね、カッパ巻きでいきましょう。海苔とご飯とキュウリっていう3層構造ですよね。これ髪の毛と一緒なんですよ。ダメージを受ける時っていうのは髪の毛のまずこの海苔がダメージを受けます。で、その次にご飯の方に、ご飯粒の方にダメージがいってっていう流れなんですけど、このご飯粒のダメージっていうのが結構痛みを感じるんですよ。一つ目の髪質改善っていうのはですね、キューティクルを補修していくので、ノリの部分が、まあ要は綺麗になっていくようなイメージです。で、3列トリートメントっていうのは、このご飯粒を補修するイメージです。さっき言ったこの繋がってない手っていうのは、要はご飯粒がもうスカスカになってきてるよっていうようなイメージですね。で、代わりにご飯粒になってくれるみたいなイメージです。で、今のあなたの髪の毛が本当にどっちが向いてるかっていうのは、僕らでもしやるんだったらちょっとさすがに見てみないとわからないっちゃわからないんですけど、それでもどうにかしたいって方はですね、3列トリートメントをまずはやってみることをお勧めします。やっぱりダメージが原因で癖毛になってる方も多かったりしますし、もともと結構癖が強くても3列トリートメントをやってあげると収まりましたって方も結構多いんですよ。一度試してみて、それでも無理だったら宿毛矯正とか、それでも無理だったら髪質改善やるとか、そんな流れが、まあ、一番髪の毛に負担もないし、いいんじゃないかなと思います。まとめるとですね、まあ、宿毛矯正やめたいって方はですね、やっぱりやめたいって時がやめ時だとは思います。でも宿毛矯正以外にも髪をストレートにする技術っていうのはあります。まあ、うちのチームだと、まあ、宿毛矯正以外に髪質改善ストレートっていうのがあって、ダメージをなく髪の毛をきれいにする技術っていうのがあります。で、3列トリートメントっていうのは他の美容院でもあると思いますので、それを試してみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。具体的なね、写真とかを見たい方は概要欄に貼ってありますので、そちらを見てもらえたらなと思います。で、僕のチャンネルではこういった髪とか美容のイメージをチェンジするような内容っていうのを発信しております。これからもね、イメージが変わる情報っていうのを発信していきますので、ぜひチャンネル登録まだの方は押していただけたらきっと得すると思います。コメントとか高評価もぜひ励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。